はい、やってまいりましょう。バイオハザードビレッジボーラスですね、5月もラストということで、今回はフィギュアを皆さんと一緒に鑑賞していきたいと思います。で、買ったフィギュアの中でね、下の方を見ていくとこんな風にね、武器のもあるんですけど、武器に関しても簡単にいこうかなと、その他の、ね、キャラクターとかに関しても結構舐め回すようにね、一体一体をこうやって見ていきたいなというふうに思います。イーサーウィンターズ、やっぱり顔はね隠してる感じですね。はい、これがね大人になったローズも見ていくというそんな感じですね。ちょっとこれは邪魔なんで隠しましょう。はい、続いて、はい、ミア&ローズですね。これズームはどうしたらいいんだ。ズームはあこうだね。あ、いいね、服が揺れるね。お、揺れ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 。やっぱりまあそこそこ、って感じかな。いいね、母の顔って感じしてますね。じゃあ続いてこちらですね。はい、ローズマリー・ウィンターズね。まあ赤ちゃんを持ってるね親からしたらね、もうこのおくるみに包まれた赤ちゃんってねたまらなく可愛いっすよ、本当にね。僕も4ヶ月の娘がいますけど、おくるみした時はたまらんかった。じゃあ続いてクリス・レッドフィールド A ですね。はい、47のお腹じゃないよね、完全にね。なんかあれだね、これまで出てきたクリスの中でもだいぶイケメンの部類に入る感じしますね。まあそれなりに年取ったって顔はしてますけど。はい、じゃあ続いていきましょう。デューク、馬がいないバージョンですね。デュークにしてもこんなサイズどうやってるんだ。これどう見てもカドゥにやられてんじゃないのって腹してますけどね。いろいろとね、売った魚とかね、武器とかね、あ、ソーセージは出てこなかったよね、とかがまあいろいろあるんでしょうね。何を読んでるのか気になる。おそらくイチャイチャパラダイス。じゃあ次、はい、お、面白い。予言者、はい、予言者、はい、ね、どこ見てるんだろうね、予言者ね。これはあれなのかな、もしその金婚に侵されずに年を食った場合のマザーミランダなのかな。はい、骨プルプルしてます。じゃあ次行きましょう。はい、ライカンですね。ライカンは特に髪の毛は動かしてもあれだね。いやーにしてもこいつ初見の時の方が強かったね、本当に。ズボンはジーンズ、いい胸筋してますね。このくらい胸筋あったら絡まれないで済むだろうね。はい、次、大型ライカンですね。はいね、これどうなってんだろうね、なんか手をもがれちゃったのかな。はい、シザーハンズみたいな感じですけどね。まあ見た目っていうかね、中身は同じライカの顔してますからね。これチラチラって目が覗いてますけど。はい、じゃあ次行きましょう。バルコラックですね。はい、バルコラックもそうだね、よく見たらちゃんとズボン履いてますね。なんか今にもはちきれんばかりのね、お尻がビリってなったら面白いタイプのやつですね。はい、目がいってるよね、本当にね。目怖いよね、バルコラックのね。こんなん噛まれたら大変ですわ。で、続いてウリアシュですね。はい、まあ、確かになんか、あ、でもこれよく見たら着てるのあれみたいな、ブラッドリー・クーパーさんみたいな服と同じですね。はい、まあ、村長の設定みたいならしいですけどね。じゃあ次行きましょう。はい、ドミトレスクさんですね。はい、残念、下は見れない。これ、あれ？パンティーライン？まあ、44歳のね、おばちゃんの見てもねって感じですけどね。まあ、でも44でね、まあ、ちょっと血色は悪いですけど、いい体してますね。まあ、290センチってところがちょっとネックかもしれないですけどね。はい。じゃあ次、これはベイラですね。ベイラめっちゃファサファサしてるけど、なんかこのままずっとなんか2時間くらい放置したら勝手に襲いかかってきそうな感じしますね。はい、で緑で、このくらいのパイパイがいいかもしんないね。うずくまったら気持ちよさそう。まあ、ただこれ残念ながら虫なんでね、気をつけましょう。続いて、はい、カサンドラですね。カサンドラ黒髪という設定ですね。はい、カサンドラ武器持ってないですね。別に意図してないですけどね、たまたま行ったらね、そこに行っちゃうっていうね、まあ彼女も目が行っちゃってるという設定ですね。で続いて最後、ダニエラですね。ダニエラは茶髪ですね。はい、ヒヒヒヒヒヒヒって、彼女らがね虫だっていう設定がね、あれですね。緑、それからちょっと待ってね、緑、
ほい。緑、黄色、赤ですね。というペンダントの設定でした。じゃあ続いていきましょうか。はい、モロアイカですね。モロアイカも、あ、やっぱ出るとこは出てるんですね。うん、まあまあ見たくないけどね。でもこれなんでこう歯がこうなっちゃうんだろうね。なんでこんな巨大化する、巨大化というかなんか牙みたいな感じになっちゃうんだろうか。うん、相当顎長いですね。はい。なんか篠原さんみたい。怒られるわ。で、サンカーですね。あ、ベロベロ。リッカー飛べるバージョンっていう感じですね。はい。どんな顔なのか。はい。鼻。目はやっぱり退化してるのかな。だから鼻、その血を吸いたいっていうか、なんかまあ嗅覚かなんかがこう、発達してるのかもしれないですね。はい。まあ、サンカーですね。変で続いてドミトレスク夫人で変異ということで。はい。まあ、ここがね、なんか異常にね、目いっぱいあるな。なんかこれあれだね、Y6 に出てくるさ、あの、体じゃないや、なんかあの、シーウイルスいっぱい生み出したやつ、なんだったっけな、まあ、あの、空気ブシュ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 出てくるやつね、あれみたいな感じだね、おっぱいがいっぱいあるやつで。でも完全にもうドミトレスク夫人のね、あの、原型とどめてないけど、この姿を見せたのはマザー・ミランダと思えだけだ、みたいな話でしたけど、マザー・ミランダになんでこの姿見せたんだろうね。うん、どういうシチュエーションで見せたのか気になるな。はい、じゃあ続いて、はい。ドナ&アンジーですね。アンジー。こう見たらアンジーの人形もね、まあ、目玉がギョロギョロじゃなかったら可愛いけど、目玉3つあるもんな。で、ドナの顔はやっぱり見えない。まあ、黒装束っていうイメージなんでしょうね。まあ、喪服っていうイメージでしたね。よく見ても見えない。はい、じゃあ次行きましょう。はい、ベビー。ベビー、口プルプルやな。これが生後2、3分っていう恐ろしさですね。ちょっと口の中覗いてみよう。あー、歯が生えてないですね。でも、生後、まあ何ヶ月、半年くらいまでは子供って、あんま視力見えないんですよ。0.1 とかそのくらいなんで、どうやってパパをこう見つけてるんでしょうね。そこが気になる。じゃあ次、モロ A ですね。モロさん、お腹タルタルですね。なんか目生えてる。でこんな感じ。なんでこのね、なんかカドゥーに侵された人じゃみんなあの目がこう、目じゃない、歯がボロボロになるんだろうね。普通の右手となんかあの魚人の手みたいな手ね、そういう半魚人あれだね、マリナーよりひどいな。じゃあ続いて、でまあちょっとここら辺はね、グロ注意って感じですけどね、プルンプルンですね。これなんか脳みそやらなんかいろいろ生えてるね、魚にもなってるし、まあ続いて、で、なんだっけ、バイオ5のあれになったタイプみたいな感じですね。アービング。ママ、俺を愛してくれよって、これはちょっとママ愛すの難しいわな。こんな目玉ギョロギョロさせて。はい、次行きましょう。で、あ、名前忘れた。カール・ハイゼンベルクですね。はい。サングラス外した時の顔がイケメンだった、ブラッドリー・クーパーさんですね。これ、7万レイですね。はい。じゃあ次。で、あ、そうそう。これ、ハウラーっていうんですね。男バージョンのモロアイカみたいな感じですね。まあ、あの、地下労働させられてましたけどね。はい。なるほど。ここで制御装置をつけて、地下労働、地下帝国を作れというふうに働かされていましたということですね。じゃあ続いて、ゾルダードですね。はい、アイン。ゾルダード、アイン。はあ、度重なるカッティブ入り、ベイビー参戦ということでね、あのベイビーじゃないですよ、うちのベイビーが参戦してます今。はい、ということでね、ゾルダード、まあ、おっぱいパイにね、なんか装置をつけてっていう感じですね。はい、今ちょっとベイビーを抱えながらやってますわ。で、制御装置も頭の後ろで、まあ、これで脳幹をねブチッとやってるっていう感じなんでしょうね。じゃあ続いていきましょう。ゾルダードなんだっけ、ツバイか、うん、リヴァイじゃないですよ。はい、いい体してますね、ほんとね。うん、でこれでまあ、こっちは制御装置ですか、呼吸器で製造機みたいな感じになってるんですかね。で、後ろでやっぱり繋がってて、今度はこっちに制御装置がついているという仕様ですね。で、続いて、ゾルダード、なんだったっけ、これ。あ、ジェットだ。ジェット。わかりやすい名前ですね。ほい。で、これがなんか背中になんかいろいろ寄生虫がブラ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 みたいな、そんな言うこと言ってたけど、そんなことはないっすね。なんかちょっとこの見た目は大して可愛くないよね。これ外せんのかな？これ外したらやっぱいつもの顔が出てくるのかね。はい。で、続いて、ガッチガチ、ゾルダード、パンツァーですね。もうパンツでいいんじゃないのっていう話。パンツァーってどういう意味なんだろうね。はい。
なんかこんな敵いたよねてか、これあれなんかどっちかっていうとここら辺の敵ってさ、あれに出てきそう、サイコブレイクとかに出てきそうな感じしますね。はい、まあ気になる方はね、ご自身で見ていただけたらと思います。まあ、ざっとの紹介をねどんどんしていきましょう。で続いてシツルムですね。あ、確かに腕切られてますね。なんかプロペラノコギリをね、チェーンソーを回すために腕は邪魔だからってね切られたってね、しっかりズボンだけ履いて大事なところを隠している設定という感じですね。はい、で後ろのモーターがブルン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 してるという感じですね。じゃあ続いてハイゼンベルク。ハイゼンベルクね、ああ確かにキャタピラ、まあ、イモムシみたいな感じがしますね。でどんな顔してるんだろうね。あ、帽子ちゃんと残ってる。帽子は、あれ顔どこよ、顔どこよ、なんかずっと回ってるんだけどね。顔らしきものがなかなか、あるっぽいけど、なんか顔って認定するの難しい感じするね。はい、まあハイゼンベルク変異祭ということでしたね。はい、じゃあ続いてクリス。もうね、いいな、こういう体になりたいよね。うん、男としての憧れの一つとしてありますよ、本当に。服の上からもう筋肉がもうなんかもう見て取れる、わかるみたいな感じ。そんなんがやっぱ憧れの一つだったりしますね。で、イケメンと。いいね、こういう年の取り方をしてみたい。で、これが、アンバーアイズですね。はい。なんか、コンセプトアート見たけども、設定覚えてないよね。うん。大体、マスク取ってくれてないから誰が誰かって分かんないですけどね。K9 ということで、なんか胸元になんかあるね、普通の服着てるけどな、こんなんでいいの、なんかもっと武装しなくていいの、噛まれたら終わるよ、本当に。じゃあ次行きましょう。で、続いてか、ナイトハウルですね。名前はかっこいいね。なんか夜のハウルの城みたいな。お尻で、なんか、カバンをなんか背負ってますね。紫色のが、あれだね、なんか T ウイルスの、なんだっけ、T ウイルスのあれみたい。ワクチン。で、続いて、はい。で、これがロボですね。はい、上からチュドンチュドンしてる。でも、ロボも戦うんだ。まあ、いい感じじゃないですか。てか、みんなあれだね。下の服は普通の私服着てる感じがしますね。はい。じゃあ、続いて、女の人だったかな。おほ、色気が全然伝ってこねえ。でも、なんか銀髪の美女って、だと信じて、でも意外となんか取ったら年食ってそうな、あれですね、タンドラですね。はい、じゃあ続いて、これ BSAA かな、 BSAA っぽいですね。 BSAA は多分上の方を見てみると、まあそうだね、 BSAA のマークがあるね。はい、 BSAA 兵で、これを取ったら、まあ、中から BOW が出てきたっていう、そんな感じですね。じゃあ続いて、これが金婚ですね。ドクドクしてますね。おうほほほうほう、金婚、ほい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 、子供の格好してる。うちの子供もこんな感じ。ほう、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 ほう。じゃあ続いていきましょう。はい、ウルアシュのお兄ちゃんですね。はい、これ名前なんだったっけ？ストレージャーですね。ストレージャー。プルンプルンしてる。大丈夫、ベイビーには見せてないんでね。はい、じゃあ続いて、マザーミランダーですね。マザーミランダは、マザーミランダのフィギュアカッチカチやな。あ、出るとこ出てるって言ったけど、あ、やっぱ出るとこは出てるか。もうそういうとこね、でも100歳以上のおばあちゃんですからね、これもね、すごいよね、本当に。ちょっとカッツ。失礼失礼、戻ってまいりました。で、続いてがミランダ変異第一形態ということで、コンセプトアートではね、もう、父隠してましたけど、まあ、実際脱いでみたらこんなもんだったって感じなんですかね。まあ、でもよくよく見てみたら、やっぱり、全体のその肉体の衰えとかね、血管の出方みたいなのを見てみたら、やっぱり100歳過ぎてるおばあちゃんって感じがしますけどね。まあ、こんな背中、背筋ピンピンだったら、すげえけどな、逆にね。はい。で、続いて、第二形態かな、変異2ということで、これ、空を飛んでるタイプのミランダですね。背中がバサ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 ーっていう状態ですね。これ以上近づけない。あんまり近くまで見れない。ですね。で、続いてミランダ第三形態ですね。これはサドラーになったタイプのミランダという感じですね。これ以上近づけない、よく見えない。で、最後かな、うん、あ、後ろ見えない。暴走した時のマザーミランダっていう風な設定ですね。まあ、真ん中にね、まあ、金婚、まあ、これがエヴァとの象徴になるんでしょうけどね、ということですね。で、次が最後ですね。ちょっとカットしてる間にどのくらい後のあるんだろうっていうのを見てみたんですけど、最後、じゃじゃん、
ローズマリー・ウィンターズ大人バージョンということで、まあ、彼女がまあラストですね、まあ、残念ながらどのくらいの、ね、成長ぶりがっていうのはもうお顔でしか見ることができないんですが、まあ、ちゃんとね手にはシャドウ・オブ・ヴィレッジもあって、でちょっと下の方、下の方行ったらちゃんとね指輪もつけているという設定ですね。まあなんかスタイリッシュな女性で、まあどっちかというとやっぱりあれっぽいね、なんだっけ、ミアっぽい体つきになったっていうところですね。まあ口ぶりとか成長ぶりはなんかイーサンっぽいけどね。はい、ということでこれ以降は全部こんな感じで武器なので、まあこの辺はねもう見ても仕方ないかなという感じなんでね、まあちょっとこんな感じで流しながら、進めていきます。はい、ということでね、本当に5月中はもうずっとバイオハザード7から始まりのヴィレッジの実況プレイと、それからまあメイキング映像等々をね、たくさん最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。またね、明日からは普通の通常プレイ、通常プレイじゃねえや、プレイしない、通常のいつもの心理学とかノウハウとかコーチングのね動画に戻っていこうというふうに思ってますんで、またご視聴いただけると嬉しいです。まあ、本来はねそちらがね主流でやってますんで、でまあ次なんか実況これかなっていうゲームがあるんで、またそちらもね合わせてご覧いただけると非常に嬉しいかなというふうに思います。ということでまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。